こんにちは、お肉です。今回はガールズプラネット7話でめちゃくちゃ良かったマフィアインザモーニングについてね、ちょっとリアクションしていこうと思います。もうこれはね、めちゃくちゃ伝説のステージだったから、やっぱりリアクションしないとなっていうところで、しかもみんなのね雰囲気もめちゃくちゃ良くって、無事にちょっと今回ベネフィットをもらった3人組だったので、早速リアクションしていこうと思います。いや、マジでこのステージ良かったですよね。本当にすごかったなっていうところでね。There are three things you better not do. あ、やばいやばい、待って。はい。Be true. かっこいいんだよな、本当に、アニー姉さん。ジオンちゃんもやばかったし。いや、マシロちゃんさ、可愛らしいのにこんなコンセプトが似合うなんてって感じですよね。この二人ね、ユリナちゃんと、待って、ユリナちゃんとサシャオティンちゃん、マジ仲良くてすごい好きなんだけど。やばい、この二人いつもね、一緒にいたのね、知ってますよ、私。いいね。同じ男に取られちゃったもんね。もうさ、この眉毛一つで語るマシロちゃんやばくない？本当にお強いよね。いや、もうね、さすがアイドル、もう現役アイドルの素晴らしさが出てるね。こういうところで引っ張ってるよね。いや、かっこすぎやに、姉さん。もうこんな風に見えなかった。もうこんな感じの人なんだっていうね。全然今回イメージ変わった。いいな、この見てるマシロちゃんとかも可愛いんだよね。ここやばい。ここやばい。やばくない？ここ。ここのマシロちゃんの表現力、マジですごい。もう、ブワって突き抜けまくってる。超かっこいい。もっと、てか、マシロちゃんについてのね、もっと感想言ってほしかったんですけど、はい。かっこよ。しかもね、これダンスとかもやってんだよね。これボーカルチームってこと一瞬忘れそうになるぐらい結構踊ってて、絶対これ大変なのにかっこいい。これマシロちゃんのさ、結構ヒールがすごいっていうのを見てさ、これ大変だよ絶対。いやー、踊るの大変そう。マシロちゃんあれですよね、あのフィエスタの時も結構大変な思いしてるなっていう感じだったんで。かわいい、半端ねえ。いや、確かにジオンちゃんも本当にやばいんだよ。かっこよ。いや、やばいやばい。もうここヤーニン姉さんのもう独壇場やんという感じですね。このさ、このわかる、この目でね、このやる感じが、ヤーニンちゃん上手いし、ヤーニンちゃん、なんか最初のヘリコプターの時とかとマジで違いすぎて、マジで同じ人かなって思うぐらい、その表現がただ強いだけじゃなくって、今回も強い系の曲ではあるんですけど、また違う魅力だなっていうところで、すごいね、ヤーニンちゃんに似合ってるなっていうのを感じました、今回の曲。うーん、かっこよ。もうずっと今口開いてたもんね。いや、今難しかったと思うよ、歌うの。このこれ、え、横顔もかわいい。また来た、またこの二人な、来たね。いや、かっこよすぎやろ。いや、今のこのマフィアの言い方、私もこんな感じになっちゃう。もうこのイエソちゃんの顔になっちゃう。かっこよすぎる。かっこよ。これ本当にマシロちゃん覚醒しすぎだね。本当にかっこいいね。
待って、このさ、マシロちゃんの言い方、マジでね、放送で聞いてて超好きだったの。その、ただ透き通った声だけじゃなくて、ちょっと太い、本当にこの男をマジでふざけんなって声出してるから、もう一回いいですか。この二人もいいんだけどさ、本当に良かったんだけど。ここ。かっこよ！いや、マジで最高。てかもう最後のさ、この画面も美なんだよね。全員美しいっていう。どうする？かっこよ。本当に素晴らしいグループだったと思うわ。はい、というわけで見てきたんですけど、もうここのチームはもう練習の時から最高だったし、もう安定感もやばかったんですけど、でもよくよく見てみたら、やっぱヒールの高さだったりとか、歌いながら踊るっていうのだったりとか、すごく難しい点いっぱいあったと思うんですけど、それをここまで、このちゃんと感受表現ができるぐらいまで、ここまで到達して、そしてここまで歌のスキルもあるような、このステージって本当にすごいなっていうふうに今回思いましたので、ちょっとね、ちょっとトレーナーさんにマシロちゃんとかもなかなかいろんな意見とかをもらえてなかった感じだったから、もうここでね、私がいっぱい言っとこうかなと思って今回言わせてもらいましたって感じで、マフィアチーム本当にかっこよかったんですけど、皆さん自身の感想も多分いいっていうことばっかなんですよ。多分これで本当に今回でね、このチームかなり大覚醒だし、3人ともベネフィットもらって、しかも9万点だからね、さすがに残るんじゃないかなっていうふうには思ってるんですけど、でもただね、結構そのヤンニンちゃんとジモンちゃんに関しては結構中間というか厳しいかもしれないなっていうところではあったので、この9万点でね、何かが変わればいいなって思いますし、ちょっと投票とかもこれで9万点取ったから他の子に投票するよっていうよりは、自分が本当にジモンちゃんとブヤニンちゃんとマシロちゃんをしてたら、その子にね、もう本当にがっつり投票しに行った方がいいんじゃないかなって今回思いましたね。もうね、みんなわからなくなってるし、今回このベネフィットを取ったのがみんな後半組っていうところで、やっぱ後半組が不利の中で、このベネフィット取れてない後半組っていうのが一番ね、危ないとは思うんですけど、でもベネフィット取れた後半組もなかなかね、そのこの1週間の票の差っていうのはね、かなりでかいと思いますので、もうね、とにかく推しを信じ続けて、来週の脱落発表でね、皆さんがもう最後まで投票しきったから、もうやれることはやったって思えるぐらいね、投票していただければいいなっていうふうに思いました。もうほんとね、後悔しないように推しを最後まで押し切りましょう。とで、今回のマフィアの感想だったりとかいろいろ教えてくださいということで、これからもガルプラについていろんな動画を取り上げていきますので、チャンネル登録、高評価、そしてコメントをよろしくお願いします。そんな感じで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画も見てください。それでは。